道路に開いた穴に転落し大けがをした女性が取材に応じました。穴があったらそこへ柵かおじさんが立てるか作れればね、いいよね。警視庁によりますと、おととい午前、東京府中市の住宅街で自転車の女性が道路に開いた穴に転落しました。鼻の骨が折れてて、首の骨が折れてて、穴は下水道工事のために開けられていたということです。女性によりますと、事故当時柵はなく誘導員もいませんでした。警視庁は業務上過失傷害の疑いがあるとみて捜査しています。